スーパーお染め屋さんだったのにな。これね、軍藤さん男の話しとけばいけるわ。やだ。ヤクモ男の話させよう。どういう男が好きなの？私ですか？いや、私好きなタイプ。合コンみたいになってきたな。本当だね。テンション感がね。いやでも見た目ってあんまこだわりなくて、割と性格めちゃくちゃ重視ですね。そうなの？聞いたことある。待ち受けにしてなかった？待ち受けですか？今待ち受けにしてる人がいるんですけど。え、誰だろう？まあでもその人の性格は結構ツンデレで、素直じゃないんですけど。ツンデレめっちゃ好きです。素直じゃないんですけど。まあでも根はすごい優しいんですよね。ずっと初恋からもずっと今もずっと好きで。あ、なんか男になら帰ってもらっていい？まあでも、既婚者なんですよね。子供もいます。それはやばいかも。それ悲しくなってきたかも。コメントになんか書いてあるけど、もしかしてそれ二次元？いや、まあ二次元かと言われたら二次元なのかもしれないですけど、そんなあんまり夢を潰すようなことは言わないでいただきたいですね。二次元か三次元か四次元かなんて関係ないんでね、別に。切れてる。怖声の圧すごかったな、今。確かに。ビリビリ来たわ。ベジータが好きなのだ。え、ベジータが好きなの？じゃあやだ、もう誰も好きなと言ったの。言わないで。ベジータってあのベジータ？そうです。カゲロットのやつだ。あ、舐めてますか？すいません、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 煽ってないっす、煽ってないっす。選手とドカリンするのはやっぱちょっとな。地雷踏んでる、地雷。次高宮だな。え、私高宮はどんな人が好きなの？私ダブルソードで。ダブルソード？私ダブルソードでソロで、俺はソロでって言ってて。もしかして？やっぱそうっすね、ほんとに。あ、クロウの剣士って呼ばれてて。流れるように出てきたな。え、でもその人ってでもなんか結婚してませんかね？してないよ。結婚、あれ、結婚してないの？あ、違う。誰？してない。あ、してない。誰だ？どうやって読んでんの？逆に聞くけど。え、キリト。キリト好きなんですか？あ、そうだよ。え、何思ったんねん。おい、思ってねえかい。そうですよね。ちょっと人の旦那を笑ったら、人の旦那を笑ってはいけませんけど、ちなみにキリトアンチですこちら。そう、そんなアンチとかいる？ちょっとなんかキリトが好きになれなくて見るのやめたぜですね。嘘。でも私もね、あの見るのやめたからわかる気持ちは。何でやめたんだ。え、なんかあのアスナとキリトがイチャイチャしてたじゃん。はいはいはい、してました、してました。もう無理と思って3年見るのやめた。だいぶ傷ついてんじゃん。そう、だいぶ傷ついた。結構しっかりガチじゃん。そう、ガチで。何が好きなの、キリトの？かっこよくない？てか見てさ、好きになれないとかあんだ。あんなかっこいいのに。実は傷つきやすく、ソロとか言ってるけど、みんなのためを思ってヒールになって、もうかっこいいですよ。あんなかっこいい男の子、顔もいいですし。誰にも刺さってないじゃん。こんなことある？見たことない。見たことない。もう貸してあげるよか。え、でも面白いですよね。面白い、面白い。誰にも刺さってない。かわいそうなくらい誰にも刺さってない。悲しくなってきちゃった。ワンシーズンぐらいで見るのやめちゃったんだよな。ベジータとキリトだったらキリトの方がかっこいいなと思って。いやいやいや、それ何基準で判断してますか？それ顔ですか？顔ですか？そうなんですよ。生き様、生き様。私もベジータの顔を見たときは正直、なんやこの M字バンクはってなったんですよ。言うな、お前。顔じゃないんですよ。だからさっき言ったでしょ、私顔じゃないって。